引っ張っている糸の上に歩くかわいいバレリーナを作りましょう。まず自転車の2本のスポークは木材の長方形につけて、その間に糸を引っ張ってください。板紙のきれいな人形を作って、足に英語の V 文字の形を作りなさい。このような板紙の半円形アーチはホチキスで人形につけてください。足を少し離れているようにしてください。アーチの端を重くするのに磁石を使いましょう。このようにアーチの端に2つの磁石を一緒につけてください。この磁石の位置も変えられるので、バランスも変えられます。これから人形は引っ張った糸の上に置いてバランスを見なさい。少し押すと人形が動くようになります。この人形のバランスはスポークの上でもできます。